サックス奏者の孫岩木亮と申します。東京中心に演奏活動をしております。今日はですね、サックス奏者の方にぜひ見ていただきたいんですけれども、調子が悪くなる練習方法っていうのを解説していきたいなと思います。もう今まで僕の動画は基本的にこういうのをやった方がいいですよっていうことをですね、解説してきたんですけれども、まあ、ちょっと今回視点を変えてですね、やったらあんま良くないですよってことをですね、ちょっとまとめてみました。僕は今までですね、レッスンさせていただく中で感じることだったり、僕自身が練習してきて感じたことっていうのをまとめてみましたので、今回ですね、ピックアップしたところ6つありました。これをやって僕が実際にですね、うまくいかなかったことっていうのが本当山盛りですので、今調子悪い方とか、今調子いいけどちょっとなんかまずい練習してないかなみたいなの気になる方はですね、ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。あくまで僕の主観ですので、これやったから絶対下手になるとかそういうことじゃないので、そこだけはちょっとご了承ください。というわけで行ってみましょう。ではまず一つ目いってみましょう。これは僕がですね、かなり気をつけてることなんですけれども、こちらでございます。音出しで吹きすぎるってことですね。これはですね、ほんと耳が痛いんですけれども、やっぱりサックスこう組み立ててですね、こう吹こうって思うと、いくらでも音出しなんてできますよね。もうどこまででも吹けるんで、楽しくなっちゃっていろ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 吹きまくっちゃうんですけど、これがですね、あんま良くないんですよ。音出し用の音っていうのと曲用の音みたいなのがですね、僕は昔分離してしまいまして、音出しはなんかすごい楽しくできるのに、曲になった時にこわばっちゃうみたいなのが本当にあって、それはつまりその基礎的な能力がですね、音出しの時に反映されてなくて、音出しの時はですね、好き勝手吹いちゃってたっていうことの結果なんですよね。なんでこれをぜひ皆さんには避けていただきたいなと思います。できればですね、音出しはもうサラサラと済ませます。上から下までですね、楽器が壊れてないかなとか、タンポ開かないのところないかなとか、そういうチェックに留めていただいて、終わったらですね、もうさっさと基礎練習をですね、やった方がいいと思います。僕はもう極力音出しを減らして、なんなら組み立てたらいきなりすぐスケール吹くとかですね、ちょっと気をつけるようにして、そういう無駄なですね、音出しみたいなのをしないように気をつけてました。それはやっぱりリードにこう与える振動がですね、こう変なものをあげたくないとか昔は思ってたので、スケールみたいにこう一定の息を使って一定の振動数を与えられるものをですね、選んでやってみたりとか、ロングトーンもそこそこにしたりとかですね、気をつけてやったんですけど、別にそこまでその何の音出しもしないでいきなりスケール練習する必要はないとは思うんですけど、なんか高い音いっぱい出したりとかしすぎないようにですね、していただいて、時間がなくてもですね、スケール1個だけやるとか、半音階行って帰ってだけするとかですね、ロングトーンも2音だけロングトーンするとか、そういう感じでですね、いきなり曲に行く前に、ちょっとでいいので、基礎練習の時間ぜひ取ってあげてください。倍音練習とかもする必要があるんですけれども、これはいきなりやんない方がいいのかなっていう気はしてます。ちょっとアップしてからやるとですね、自分の基本の形っていうのが固まってきますので、音出しちょっと繊細なことかなと思いますので、ぜひ気をつけてみてください。では続きまして2つ目ですね。これ1つ目とちょっと被るんですけれども、こちらでございます。音の出だしを吹き直しすぎるということですね。これどういうことかっていうと、よくありがちなのがやっぱスケール練習なんですよね。ドレミファソラシドって吹くときに、ドレミファドレミファドレミファみたいな感じで、何回も何回もですね、出だしやり直しちゃう方いるんじゃないかなと思います。なぜなら僕がそうだったからです。最初の音って出づらいですよね。特に下の音スタートだと出づらいので、何回もやり直しちゃうんですけど、それってやっぱり現実ではありえないというか、曲で実際に吹く時に、じゃあ最初の音失敗したからもう一回吹き直しますかっていうと、そうではないですよね。なので極力やっぱりそのリアルにというか、本当に起こりうる事態をですね、想像した練習した方がいいと思いますので、スケール練習やろうと思ったら、とりあえずうまくいかなくても一周します。ミーファーソーラーシドみたいになっても、とりあえず行って帰ってきてから反省をすると。最初の音出なかったなって思ったら、まずは最初の音の出だしだけ練習します。ドドドみたいな感じで、何回かやってですね、それは1日じゃうまくいかないと思います。なんですけど、先に進まないといけないので、ある程度やったらもう一回その復習を踏まえて、もう一回だけスケールやってみます。
その時にうまくいってもいかなくてももう次の練習に進んじゃった方がいいと思います。いつまで経っても度が出ないってやってても先進まないですし、そこだけやってもすぐ良くはならないですし、まあ、違う蝶をやった時にですね、そこで得たヒントがこのドレミファソラシドに生きてくる可能性もありますので、出だしばっかりやって先に進まないよって方はですね、こんな感じでちょっと割り切って練習をしてみてください。はい、続きまして3つ目ですね。これもまあ2つ目とちょっとかぶってるんですけれども、こちら間違えたところだけを吹き直すという練習ですね。これもですね結構やっちゃう方多いんじゃないかなと思います。例えば、まあ、フレーズでなんかタラララみたいな吹くフレーズがあった時にタラタララってなっちゃったら、もう一回タラララタラララタラララみたいな感じで、そこの場所をですね何回も何回もすぐノータイムで繰り返して練習していませんか？これもなぜわかるかというと、僕がそうだったからなんですけど、全部そうじゃないかって話なんですけど、間違えたところをですね何回も何回も繰り返しても、ただ間違えるだけなんですね。どうやったらじゃあ次間違えないかっていうと、まず原因を考えるってことですね。じゃあドレミファっていうフレーズを吹くときにドレミファって感じでレが裏返っちゃったとします。ドレミファみたいな感じで裏返っちゃったとしたら、ドとレだけまず練習した方がいいですね。やっぱり長いスパンでそのドレミファっていう部分を練習するのはちょっと長いんですよ。で時間もどんどん使ってしまいますし、結局ミファは別に関係ないわけですよね。ドレがうまくいかないので、まあ、ドレを練習します。でドレを練習しててなんで裏返るかなって考えた時には、そうか左手が遅いかもしれないっていうところまで探れればまあベストですけど、まあ、原因が分かんない場合もですね、まあ、せめてこことここがうまくいってないよねみたいな感じで2音間にですねぜひ限定してあげてください。例えばこう連符が続かないっていう問題があったとしても、探っていくと多分どっかの音が早く動いてるとか、どっかの音がですね遅く動いてるっていう可能性がありますので、それを原因をですね究明してあげて、そこをまず練習します。それができるようになったら、いきなり頭に戻って通しちゃうとまたできないので、ちょっとずつ戻ります。例えばそうですね、ドレミファがうまくいかなかったとして、ドレがじゃあうまくいったとしたら、そのドレの前の音から入ってあげて、で後ろもちょっと足してみたいな感じで、ちょっとずつその核になる部分に肉付けをしていって、ある程度うまくいったら、まあじゃあ最初からやってみようとか、そんな感じでですね、こうちょっとずつこう整地してあげるイメージです。亀裂の入った部分を何回も通るんじゃなくて、亀裂どこ入ってるかをチェックして溝を埋めて、ちょっとずつ前後を固めて道にしてあげるってやってあげると、まあ、次にですね間違えづらいんですよね。なんで間違えたかしっかり原因を究明してあるので、左手早く動かそうみたいなこう意識ができますので、これ結構大事なんじゃないかなと思います。ミスを繰り返さないという意味でもですね、他のところに練習時間を割くことができますので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、続きまして4つ目がですねこちらでございます。メトロノームを使わない、もしくは使いすぎるということですね。これなかなか難しい問題なんですけれども、まあ、皆さん練習してる時メトロノーム使ってますか？もし1回も使ったことないよって方はですね、1回はせめて使ってあげてください。これはですね基礎練習の時もそうですし、曲もそうです。常にこうフリーでというか、何も考えずに自分の中のなんとなくのドレミファだけで練習してると、やっぱりうまくいかないところがうまくいかないままなんですよね。それこそ音階吹いてる時にうまくいかない指があっても、自分の都合でテンポをねじ曲げることができるので、まあそれは上達しないですよねって感じなんですよね。なので必ずメトロノームをかけて練習をしてあげてください。曲の時もそうです。なんですけど、このメトロノームをかけて練習することだけをやっているとですね、今度はメトロノーム取れなくなっちゃうんですよ。それが厄介ですよね。メトロノームを聞いて練習しちゃうので依存してしまうので、それは絶対避けたいので、必ずですねメトロノームを使う練習をしたら、メトロノームを外しても練習してみてください。そして途中で吹いている時にですね、曲を吹くのをやめていただいて、ですぐメトロノームをかけます。その時に最初自分がかけてたテンポとどれぐらい離れてるかなっていうのをチェックしてあげてください。全く離れていなければ素晴らしい自分のテンポ感だなと思っていただいて、結構離れてたら、あ、自分は遅れやすいんだなとか、早くなりやすいんだなっていうのが分かりますので、ぜひやってみてください。イメージとしてはですね、メトロノームにしがみつくとか、メトロノームを引っ張っていくとか、そういうことではなくてですね、自分の心のメトロノームとリアルのメトロノームを同期させるというイメージですね。自分のビート感を他の人と共有して演奏しないといけないので、それがメトロノーム相手だったというだけの話ですね。なので、まあ、メトロノームと自分がですね、あくまで対等にというか、メトロノームとアンサンブルして
まあ、そんなに思ってないですけどね、メトロノームのことなんですけど、まあ、非常に重要になってくるかなと思いますので、まあ、スマホとかでもですね、大音量が出るメトロノームいっぱいありますので、ぜひやったことないよって方、もしくはやりすぎてるよって方はですね、それぞれ試してみてください。はい、続きまして5つ目がですね、こちらでございます。リードを変えないということですね。サックスを吹いてる方大体2種類いて、リードめちゃくちゃ持ってて常に悩んでるって方と、リード1枚しかなくて全然悩んでない方っていうか、どうしようって言ってる方ですね、いるんですけど、まあ、どっちがいいかって言ったら、多分リード1枚しかない人の方が楽だと思うんですね。悩まなくていいですから。なんですけど、さすがにやっぱり音を出すのにもうかなり重要な部分ですよね、リードって。複数枚持つようにしましょう。本当に指導先の学校とか行かせていただいた時とかで、1枚しかないっていう子がですね、本当1人とかじゃないんですよ、結構いっぱいいて。でレッスンさせていただく中でもですね、リード今日これしかないですっていう方もいたりして、まあ、いいっちゃいいんですけど、やっぱりちょっとさすがにリードっていうのもすごく個体差がありますから、一生懸命練習しているのに、その変なリードだったら一生良くならないっていうか、その変なリードのために時間割くのもったいないので、リードはですね、せめて5枚10枚、その1箱分ぐらいはですね、ストックがある状態にしてあげて、ある程度それもですね、吹き鳴らしといていただくといいと思います。リード鳴らしの動画はですね、前回というか前もちょろちょろ作ってますので、見てあげてください私の動画でございますけれども、リードを鳴らしておいて、そこからいいやつを選んで吹くっていうルーティーンをですね、必ず作りましょう。そうすると、まあ、あんまりこう1枚に依存するってことがなくなるんですね。で、例えばリード1枚、最高のリードあったとします。それずっと使ってるとすると、で、自分はすごい繊細に扱ってるから壊さないよって方いるとは思うんですけど、リードってやっぱ下手ってくるんですよ。で、下手ってくると息速落ちてきちゃうんですね。というか、いっぱい入れるとリードが対応できないので、息速が落ちてきて、そうすると息入んなくなってきて、マッピをちょっと噛む癖がついてしまって、口が痛くなっちゃってみたいな。で、新しいリード買ってきたら、今度はそのリードが熱く感じちゃって吹けなくてみたいな、そういう最悪のループに入っていってしまいますので、リードは必ず定期的にですね、新しいものにして、自分の感覚がですね、どちらかっていうか、その薄い方とか厚い方に偏らないようにですね、バランスを取りながらぜひ練習をしてみてください。非常に難しいですけど、やっぱりリードは生命線ですから、大事にしていただけると嬉しいでございます。そして最後6つ目がですね、こちらでございます。響きの少ないところだけで練習するっていうことですね。これは、まあ、できればですね、複数の場所で練習した方がいいんですね。練習場所を確保するって非常に難しいんですけど、響きが少なすぎるとですね、どんどん調子が悪くなってくるんですよ。やっぱりガサガサした音とか気になってきたりとか、吹きづらくなって抵抗を感じてしまったりするので、まあ、できればですね、よく響くところとあんまり響かないところで分けて練習していただくといいかなと思います。まあ、例えばよく響くところの例で言うと、まあ、ホールとかもそうですけど、あとカラオケとかですね、ああいったものはもう本当真四角で、布とかもあんまりないのでめちゃくちゃ響くので、まあ、そこでちょっとめっちゃ響く状態を知った状態で響かないところ、まあ、例えばカーペットの床があるところとかで吹いていただくと、まあ、どっちの状態もわかるので、リードとか自分の調子崩しやすくないので、自分の状態のバランスが取りやすいので、ぜひ試してみてください。なかなかそういったこと難しいって方は、例えば練習する場所 の床にですね、カーペットを引いたバージョンと引かないバージョンを試すとかでも全然変わりますし、物があるかないかでも変わってきますので、まあ、1箇所しかないって方もですね、そういった工夫をしていただくと、調子崩しづらいので、ぜひ試してみてください。僕はちょっとデッドなところ、響かないところでやりすぎて調子崩したので、本当にこれは気をつけてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日はですね、ちょっとネガティブなワードで言っちゃいましたけれども、調子を崩してしまう練習方法ということで解説をさせていただきました。まあ、常にですね、気持ちよく練習していただく必要があると思います。吹いていく中でつまんないと続かないので、なので、まあ、練習環境とかですね、音出しの方法もぜひこだわって、これからも一生懸命やっていただけるといいと思います。僕も頑張ります。というわけで、今後もですね、こういった動画作っていきたいなと思いますので、リクエストありましたらコメント欄で教えてください。ツイッターやブログもやっておりますので、概要欄から遊びに来てください。というわけで、今日の動画はここまでになります。もしよかったと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。Let's fly out from Manhattan to the California shore, just to watch the ships at night on the San Francisco